はい、えー、今回ですね男性からのご質問で自分は身長が低いと身長が低いんだけどもなんか女性にどう思われるのかすごく不安だということだったんですよねまあこれはっきり言って身長の低い男性はどうやったらモテるでしょうかって話なんですけどもえっ、ー、とねまずはね身長が低いだけで身長が高い男性にほとんど勝ち目はないと思った方がいいです、まあ、ですんで身長が気にならないぐらい他の特質を圧倒的に持つ必要があるでしょうね まあこういうふうに答えると、まあ、身長が低いだけで不公平だって言われるかもしれませんけどもそういう自分自身も不公平に多分女性を選んでると思うんですよ。ね、例えば年齢とかね、まあ、見た目とかねいろんなものでなんで私はダメなの認めで選ぶなんて年齢で選ぶなんてとかって思われるようなことだと思うんですよ。だからこれはね人の好き嫌いなんでもうどうしようもないです。ただ残念ながら あの今までは出会いがもしかしたらなかったかもしれませんし身長が低いことをコンプレックスに感じさせるような人間関係に包まれていたかもしれませんけどもあの今までで以上に出会う人数を増やせばあとは確率論なんですよ身長が低くても面白ければいいよっていう女性もいますし清潔感が良ければいいよっていう人もいますし稼げてればいいよっていう人もいますし包容力があればいいよっていう方もいるんですよ。だから そういう方に出会うしかないと思います。うん。できれば身長が高い方はいいんだけども、でも、こういう人格とか性格ならば、身長のことは気にならないわって思ってくれるような女性はいると思いますんでね。えー、みんながみんな高身長好きなわけではないです。ただ、すごく厳しい戦いになることは厳しい戦いになると思います。えー、ですんで、今まで以上に出会いの場所を求めていってね、そして男磨きも忘れないでください。えー、それしかないですね。 あの身長はもうこうやったら伸びますっていうのはないですからね。えー、以上でございます。